ケルビー・アーロントム・ムーリンソンは、アメリカ合衆国オクラホマ州、グレーリ軍、地下シェイ出身の元プロ野球選手、ウトをミギウチ。愛称はトミー。2011年の MLB ドラフト12巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで、プロデビュー。A 級オーガスタ・グリーンジャケッツでもプレーした。2012年は、 A 級オーガスタでプレーし、123試合に出場して打率。224、1本塁打。36打点、36盗塁を記録した。2013年は、ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツ、A 級サンノゼジャイアンツ、A 級リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、3球団合計で72試合に出場して打率。248,1本塁打。 二十二打点、九盗塁を記録した。2014年は、A 級リッチモンドでプレーし、126試合に出場して打率、268、一本塁打、三十二打点、四十九盗塁を記録した。2015年は、A 級リッチモンドとトリプル A 級、サクラメントリバーキャッツを経て、8月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。8月27日のシカゴカブス戦ではメジャー初本塁打を満塁弾で飾った。2018年10月22日に40人枠外となってトリプル A 級サクラメントへ配属された後、11月2日に FA となった。2018年11月20日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、 2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕から参加の AAA 級りの a シズでプレーしていたが5月12日に自由契約となった。2019年6月1日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属された。11月4日に FA となった。 2020年2月26日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。6月27日にリリースされた。2021年6月1日にコロラドロッキーズとマイナー契約で再契約した。トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで8試合に出場したが16打数3安打打率188で本塁打1打点の成績に終わり7月8日に 現役引退を発表した。ありがとうございます。